就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。日米韓の3カ国は、米国での首脳会談において、北朝鮮や中国の挑戦に対抗するための、新しい安全保障協力の枠組みを策定することを計画している。この会談では、定期的な対話や、緊急時の専用回線の設置など、持続可能な協力関係を構築する取り組みが合意される予定だ。これは、国際会議以外の場での、日米韓首脳会談としては初めてであり、その取り決めは、キャンプデービッド原則としてまとめられる。カート・キャンベル米国家安全保障会議 NSC の、インド太平洋調整官は、3カ国間のホットラインの設置に関する技術的投資を行うと述べ、これは、北朝鮮や中国との緊張が増す中での意思疎通を確保するためとされる。歴史的に日米間の協力は北朝鮮の核ミサイル問題に重点を置いていたが、今回の会談では中国に対する対策や経済的な安全保障などより幅広いテーマが取り上げられるとみられる。日米と韓国は朝鮮半島の緊急事態に際して連携が不可欠であり、2つの同盟関係を一体的に機能させるための体制構築が求められる。円安が急速に進行しており、最近の1ドル146円台は9ヶ月ぶりの水準となり、昨年9月の政府と日銀の円買い介入の水準を下回った。この動きは主に米国の金利上昇によるもので、3週間で8円の円安が進行。米国の長期金利は 4.3% 前後で、背景には米国の好調な経済がある。対照的に日本の長期金利も上昇しているものの、米国の上昇ペースに追いつけず、日米の金利差は広がっている。市場では昨年の政府と日銀の介入以後の円安進行を警戒し、再びの介入の可能性に目を向けている。特に昨年の介入時の水準である1ドル145.90円が市場での防衛ラインとして意識されている。現在の円安ペースは昨年の動きに似ており、介入の予兆との指摘もある。円安の影響での物価高は特にガソリン価格の上昇として現れ、地方の住民に直接的な打撃となっている。これにより政府が介入に向けた動きを強化する可能性が高まっている。ドイツ政府は2023年末までに大麻の所持と栽培を合法化する法案を提出しました。この動きは流通している大麻の質を管理し、闇市場を撲滅することを目的としています。法案では18歳以上が 25g の大麻を所持し、3株までの栽培が許されることとなりますが、学校やデイケアセンターなどの公共の場では使用が禁止されます。合法化を通じて大麻の購入は政府が認可した非営利団体からのみ可能とされ、これらの団体は最大500人まで登録を受け付けることができます。ドイツでは大麻の闇市場が拡大しており、 1g あたり800円から1300円で取引されていると報告されています。これにより膨大な資金がマフィアや他の犯罪組織に流れているとの懸念が存在します。独政府は合法化により薬物犯罪の抑制や未成年者の保護が強化されるとの立場を取っていますが、反対意見も多い。特に合法化後の大麻の価格上昇が若者を非正規の市場へと押しやる可能性が指摘されています。この法案の成立には賛否が分かれる中、今後のドイツの薬物政策とその影響に注目が集まっています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。